さあ、え？眠い。え、緊張かどうかわかんないの、ね、緊張で寝れなかったとかではなく、なんか、うん、そのダメでも落ち込まないように、うん、もう青学にの気持ちになろうと思って、うん、青学の人のなんか Vlog みたいなの見てたら、うんうん、なんかキラキラしすぎてて無理な気がしてそんな理由ダメかも。そんな理由かよ。いやもう青学はみんななんかだって草しか食べてないもん。草しか食べてないってこと。野菜ばっかり出てくる。あ、それが動画にそれが出てたってこと。野菜、それだって Vlog 上げるぐらいの人なわけでしょ。それそもそもだ、普通の人 Vlog 上げないから。キラキラしてない人なかなか Vlog 上げない。そんなたわしさんぐらいですよそんなの。はい、さあ、そうそう、あ、ハローダイヤも言ってなかった。はい、さあですね、寝れなかったカズコ君でございます。はい、もうそのせいでね、5時にって言ってたくせに1時ですけど、はい、4時間早まりました。もう5時だと寝ちゃうんで、寝落ちするのもう、ということで、まあ、だから夜寝られずにこの合格発表ってことですね。はい、もう5時っていうから今日の6時は生配信にしちゃったんだから、もう、はい、そう、本当だったら出せたじゃんっていうね、動画。さあ、じゃあ見ていきますか。スポカが残っておりまして、スポカの、はい、小論文ですね。まず英語と国語が出たというか共通テストで、で何パーでしたか。79%。はい、あれそんな高かったんだえらい高かった、思ったより。さあ、それでそっから、あ、そっか、採点ミスしてたって言ってたもんね。そうそうそう、それでそっから小論来て、で小論のトピックがスポーツなんだっけこの世からスポーツがなくなったら、はい、この世からスポーツがなくなったら、でどんな風に書いたかっつうと、来てましたけど、まあ概要だけですよね。あの、どこだっけ、年末一じゃなくてあれ、平さんのやつに送ったんだよね。あった、この世からスポーツがなくなったらどうなるかですね。はい、なくなったら暮らしが楽しくなくなり、生活の質が低下するっていうので書いたわけですね。その理由はっていうので、まずスポーツの種類には2つあって、競技スポーツがアスリートが競技として高みを目指し、見ている人は感動し心の豊かさを得る、でこれがなくなっちゃうよってことですね、うん、つまり。で2個目が健康を維持するためのスポーツ、障害スポーツなど変わる、運動することそのものを楽しむとかですね。でそれで健康を維持することはもちろん人との関わり合いや社会性も学べるという、はい。でもうスポーツと私たちの生活は切り離せないよっていうことですね。で、もともとあの、あれか、スポーツの起源、そうですね、ディスポートですね、はい、元々の単語はそれが、ディが離れてスポーツになりましたとかは、しててもいいかは分かりませんが、はい、知ってました？うん、調べてた。調べてた、よかったですね、はい。スポーツをすることは人間の自然な行動であると、はい。で、する見る以外にも様々な形で暮らしの生活にあると、だからなくなったら人間らしい生活は成り立たないって言って、個人的にはあんま納得いってなかったんでしょ。個人的には納得いってなかったんですけど、はい、掲示板見たんですよ。あ、やばくて、みんな、あ、みんなの回答が、なんかスポーツがないなら運動すればいいじゃないみたいな、マリアントネットみたいなやつ書いてこんなやついんのみたいな小論文書けないからね、本当に。スポーツを競技スポーツとしてしか捉えられてない人が多くて、運動できる状態で書いちゃってる人が多かったから。なるほど、そうですね、うん、だからまあ言ったじゃないですか、文章をまず書ける人ほぼほぼいないと、うん、で早稲田スポカーを目指してて、早稲田ならどこでもいいっていう人たち勢とか、うん、もうスポーツとにかくやりたいからだけで応募しちゃってダメなんです。ちゃんと勉強できないと当たり前ですけど、はい、うん、やっぱ掲示板見るんですね。聞いたから見た。ああ、そうそうそう、掲示板とかめちゃくちゃな回答がいっぱい出てくるよって言って。面白いのがさ、掲示板のこと BBS って呼んで、BBS だろうとかって言って、もともと掲示板って BBS で、しかも超古語なんだよね。ボルティンボードシステムですね。ボルティンボード掲示ですね。なんかそのサイトのこと BBS って呼んでんだけど、いや BBS って全部のことだから。でしかも BBS って呼んでたのは日本は結構長かったけど、アメリカはもう廃れた単語です。しかも廃れたのも20年前とそれぐらいに廃れた単語ですよ。フォーラムって言いますね、英語では。その20年前からもうフォーラム、そう、 BBS なんて言わないっていうのに確かなってたはず。はい、間違ってたらごめんなさい。で、さあ、そんな中、いよいよ、さあ、だから平さんに見せた感想としては、うん、感じとしては、当然ちゃんと書いたものじゃなくてアウトラインみたいなのしか見てないから、まあ別にこれで書いてっても悪くないよって言ってたんで、本人としてはもっとなくなったその状況を書きたい。うん、
買ったわけでしょ、うん、具体的になくなった後の状況だけど、こんな結構定義に関して書いちゃったなっていうので、さあどうだったのかです。だから文章力はあります。さあスポカがそこをどう判断したのかですね。今ログインしていった。そうですよ、続インしなかった何のためにやってきたんですかあなたこのためにやってきたわけですよ。空気階段の T シャツを着てからこの日のために初回から遅れてるやつ、初回から遅刻してきていやー怖い。ウカローでしょ。え、見ていいですか。ちょっとどの画面でも見えないんで。あ、よかったなんか薄い、薄いリアクションがもっと、もっとなんかはい、ということで合格しました。薄いよ、薄いよリアクションが薄いよ、リアクションが、リアクションが薄いよ。もうちょっと喜んだ絵をするないの。これあれか、あれが言ってた、なんかウカローには確定のがあるからってことか、それか確定演出があるから、確定演出だ、なんか冷めるんだもんちょっとね、合格した人としてない人で表示が違うってこと。違うやめろよウカロー、それはやめてよ。ではではって言ったところだから、もう喉だ。スクショしていただきまして、どうする、グループに送るとあの横山に入れてしまう。あれね、秘訣すごい、すごすぎるまだ続くじゃん。そう、まだ続く。なんでしかも、もうユーロも横山も俺がイギリスにいる間にね、発表になっちゃう、そしたらって思ったんですが、さあじゃあそれを送っといてくださいね。こちゃ、くる、こちゃって何、個別の。ああ、それをこちゃっていうの、個別チャットってこと、うん、それで送っといてください。したら、はい、なんだこの時間だったら今日豪華発表するんだったな。あ、5時って言ったから、そうなの。そうそうそう、5時、まあまあその遅いだろうなと思ったから。じゃあまあいいや、じゃあライブを俺が変えればいいんだ、時間を。ライブのあの時間を変えますって言って、絶対もっと喜んだ方が良かったよ、ね、そうだよ。どうすんのこの、このすごいシーンとなったさ中でで手応え的にはなんかもっとさ、なんかこう後付けでジャンプとかしときますか。そうするか、まあそこはというかサムネがちょっと、ね、もう弱すぎって、もうだから、そう、9時に多分和子の声を聞きたい人たちいるから、こう和子に電話して寝てたりとか。いや、もう寝れる、もう寝れる、寝る、寝る、9時に起きてる、逆に寝て起きてると、ちょっとそうそうそう、寝て起きててください。そしたらこう、こうね、はい、うわー、もったいないな、音楽の20万絶賛人生ということで、いやいや、めちゃめちゃ見て、この緊張感のない合格発表怒られる。あの前回のあの、もうちょっと頑張ればよかったあの涙は浮かっちって後悔、頑張りたかった。まあまあ今後はね、これから頑張る。そう、スポカ行くわけですから、うん、坂上の果たせなかった、うん、坂上っつった今、坂上くん、まあ、夢を果たしましたんで、スポカに行ってスポーツ経営ビジネス、スポーツビジネスを、はい、勉強するということでございますので、じゃあそちらは頑張っていってください。なんなんということで、はい、これからはじゃあトイックを頑張るということで。何したらいいの。いや、でも言ってたじゃん、もう死ぬ気で頑張る機会が欲しかったっつってね。そうそう、カメラ回ってないところで言ってたんですよね。じゃあこうで800点取れなかったら坊主ねとかそれだったら坊主それだったら本気でやるかもとかっていうね、そういう話とかしてたんですけど、はい、ということでございました。これにて終了でございます。はい、ありがとうございました。いや、受かったよ、坂上さんが果たせなかった、はい、やつを果たすことができましたんで、今後は勝つことどうなるのかいければと思います。はい、どうする、じゃあ、え、これいくらだっけ、入学20、ちょっと待って、これって言って今足したよ青学と今早稲田足したでしょ。だって、いや、
なんかもうちょっと自信が多分軽クオリティではあるって掲示板見た時に思ったけど、思ったでしょ、自信が何もうちょっと自分の中で完璧ではなかったから、やっぱ怖くて20万振り込んじゃったよね。振り込んじゃった、あなたが自分のポケットマネーで振り込んだわけじゃないでしょ。ということで、なんだかんだでも勝てば完全ですから。じゃあ、まあ、とりあえず、22万なの税入る。わかんない。わかれよ、それくらい。まあ、とりあえず、スポカの方はもうすぐにもうポンと渡します。うーん。じゃあ、なんで、服そうにする。青学の方は、じゃあ、トイック何点かで決めました。まず受けてみて、実力わかんないと。学大トイック受けたんですよ、受けてて、春に、春に仮面浪人だから、必修 でそれで600何とかでした。あ、じゃあだからわかんないです。じゃあいいじゃないですか。じゃあ次回それ持ってきてください。それ持ってきて、あのアビリティーズメジャーとかあるから探します。そうか、ないかもしんないんだ。頑張って探します、はいはい、それでじゃあ何点取ったら青学の入学金もゲットということで、取れなかったら坊主で。マイナスがでかいんだけど。20万と坊主。死ぬ気で頑張りたいって言ってるからね。死ぬ気で頑張れるように。で、その時にもう申し込みしてもらってっていう感じでやろうかなと思いますね。まあ、坊主はないと思うけどね。まあ、何か考えて、何かあったら、はい、ぜひコメント欄でお聞かせください、はい。ということでございました。はい、お疲れ様でございました。そうか、まだユーロ。飲み物ください。え？飲み物ください。もう、水か麦茶、麦茶飲めんだ、そうけど。はい。ということで、はい。飲めないもの、食べないものがたくさん、加藤さんでしたが、無事スポカ合格いたしました。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録忘れずに。麦茶の CM 来るかもよ。来ないでしょ。